こんにちは、電車太陽です。今日ですね、ついに桃鉄の100年が来ました。はい、おー、さあ始まりましたね。まあこれはですね、これでバトルして、まあ誰かが落ちて、なんか誰かがここら辺で負けますね。はい、それで一人だけ残ったら勝ちって感じです。おお、これは結構来ましたね、イベントで。さあ、ここで脱落する人がいるかわかりませんが、おお、最後の一発です。おっと、大丈夫でした。さあ、まあこんな感じでしたね、今さっきやってたやつ。ああ、なぜか佐久間が、なぜか佐久間が3位。おー、あ、生ハーゲンですね。おっと、どっちに行くか。イエーイ、勝ちました。よし、はい、勝ちましたね。まあここに2017って書いてあります。さあ、決算が17兆とかになったり、あ、こっちが決算ですね。うん、5000とか言ってますね。目的地が175回みたいです。で、プラス163回、マイナス127回、カード売り場167回、あ、カードマス167回、カード売り場が33回で、釣りが13回ですね。で、貧乏神3回、キングボンビー0回、キングボンビーの物件吹き飛ばすっていうのは、まあ、キングボンビーがハリケーンの技をするやつですね。ナイトメアボンビーが0回で、これもボンビーがついてます。リトルデビル0回、デビル0回、キングデビル1回、ラストデビル1回、取り返しカード0回、次元爆弾0回。ぶっ飛び2回、鍛え0回、お祓い0回、星飛び0回、おぉ。よいしょ。はい。まあ、今日はですね、100年クリアしたってことで、それではバイバーイ。